九電工自慢の高所作業車です。2021年に長崎市上島町に移転した九電工長崎営業所は今月移転3周年を迎えました。九電工では毎年移転した11月に記念イベント上の市マルシェを開催しています。今回は飲食店などおよそ50店舗が出店したほか、高所作業車のゴンドラ試乗体験も行われました。高かったよ。楽しかった。ちょっと怖かったです。初めてだったんですけど結構賑やかだったので楽しいかなと思います。上の市までこういうイベントを年に1回やってるんだねっていうことは定着しましたので、できるだけですね続けていきたいなと思っています。2日間開かれたイベントには延べ1500人が訪れたということです。